はい、皆さんこんにちは。ヤシ、TV です。本日12月26日、展示会の最終日でございます。はい。ちょうど今、お客様がだいぶ落ち着いてきたところなんですが、大事なものを説明してなかったので、坂本先生にまだおいでいただきました。たびたびの出演でございます。ありがとうございます。4回目のゲストです。4回目です。おめでとうございます。たびたびの。今朝も3点。はい、ね、あのまあ6点ぐらい持ってこれたんですけども、はい、その中で一番いいのはどれですかっていうお話があって、なるほど。で最初はまあ1点か2点というお話だったんですけども、最終的にはじゃあもう3点お願いしますということで、まあお預かりしたんですけどね、そもそも仕立て直しってどういうことなんですか。もともとこのお着物は全てお母様のお着物だったんです。でお客様は身長161センチぐらいの方、うん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 、でお母様が身長150センチぐらいの方っていうことで、あの根本的に身丈が短いっていうのがまず一つと、雪が短いっていうのがまず一つ、それと全体にちょっとシミがあったんです。はははでもうお客様はこういう見えるかな、こういうシミが見えるかな、あなんとなくちょっと映りますね、ええ、この辺この辺この辺、こういうシミがあったんですけども、このシミはもうお客様自身が取れないだろうというふうに判断されてたもんだから、一応ダメ元で持ってきましたっていうことだったんですけども、まあ、うちとしてはまあ方法はいろいろあるんですけども、まあ、最終的にシミ落とし、もしくはシミが落ちた場合は前身頃と逆にして、でこちらもサービスで紋をつけてするとかいろんな方法を考えたもんなんで、一応請け負いました。で持ってこられているものが全てがすごくいいもので、お母様、その方のお母様という方が着物道楽の方でしたので、まあこれも人間国宝の江戸小紋とかあそうなの、はい、すごいものを持ってらっしゃるの で、まあそういう価値もちゃんとこっちはしっかりお伝えしてするべきですよっていうお話はさせていただきました。このパソコンのカメラで映るかな、すごいね、サメ小紋、はい、人間国宝の先生の。そうです。中村雄二郎。はあ。人間国宝。どなたもそれ。中村雄二郎さん。中村雄二郎さん。すごいね。はあ。これを今からじゃあ、洗い張りして、仕立て直し、はい、そもそもですけど、縫い糸ってどれぐらい持つんですかね。まあ私がお話しさせてもらうのは、その型が作られて、大体嫁入りで作られた20年後には一度洗い張り仕立て直しをした方が本来ベストですよと。でもやっぱり着物だから30年とか40年持ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱりいいものほどきちっとで、手当てをしてあげて、きちっとした状態でベストに着てもらうっていうのが、基本的には20年で一度サイクルっていう話してるんですけどね。まあ車検みたいなもんですよね。そうなんです。その通りなんです。で、20年経つと、やっぱり女性の方も若干体型も変わってくるんで、食べ物良くなってますからね。そうそうそう。で、色目も変わってくるんで、ああ、なるほどなるほど。ちょうど目安が20年で一区切りっていうことにさせてもらってるんですよね。これなんかでも長く切れるより良いですけどね。はい。今から切れると思います。えらい地圧ですね。そうなんです。お召し素材の色無地です。でよりによってなんですけど、一番見える上前のところにね、大抵シミとかがあるんですよね、うん、襟とかね。そうです。まあだから来たらすぐ出した方がいいっていうことなんでしょうけど、はい、溶いて洗い張りして仕立て直し、はい、染め替えはないわけです、ね、染め替えないです。これが大体いくらぐらいかかるんでしょう。まあ身丈長くするもんですから、胴裏が足りない。で新しい胴裏を新調しなくちゃいけないのと、うん、まあパルトンまでのご提案させてもらったもので、うん、大体7万円ぐらい。7万円ぐらい、はい、ですね。まあパルトンがないと勉強価格で、そうですね、それと5万8000とかシミがたくさんあったから、そうかそうか、その分がちょっと高くついてるんですけど、ですね、まあいずれにせよタンスに入っていて、お母さんのものをお嬢さんに譲るとかいう時には仕立て直しという方法もあるってことですね。それがやっぱりベストです。うん、まあね、新しいもの買ってもらうのも嬉しいんですけど、うん、まあ、思い出をたすきでつなぐということも大切なことなので、うん、特にねこの辺なんかはがっちりしてますからね。買おうと思えばそれ相当な金額しますから。本当ですね、うん、そう思うとその分帯でもどうですかっていう話はさせてもらうんですね、私としても、うん、あこれあれですね、あカメラ寄せんでかな、
地にね、なんか柄が入ってますね。そうです。細かい仕事してあります。まあ仕立て直しに関してはよくお母さんたちが言うのは、だってそんな仕立て直しても着ないじゃんっていうお母さんが、まあ若いお母さんですね、いらっしゃいますが、じゃあ最後そんなお母さんにメッセージを一言。やっぱり着物というのは大事ですし、日本の象徴でもあります、うん、やっぱり着姿も大事ですし、ここっていう場所で着物を着られると、まあ、例えばホテルの場合だったら一番ロケーションのいいところに誘導されますから、うん、やっぱりここっていう時には着物をぜひ着てもらいたいなと思います。本当だね、はい、着られない場合は布施さんで着せてもらうっていうことも一つだと思います。着てるうちに慣れてくると思います。あの着るまでが鬱陶しいんだよな、それは。そうです、うん、準備しなくちゃいけないとか。そうです、うん、めんどくさいことは着物に任せて。そうです、あのあとは慣れてください。そう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 、そうですね、そうそう、その流れで言うと12月の2日うちでクリスマスのランチ会をやります。あと年明けて2月の第1土曜日か日曜日に着物パーティーやったりしますので、まあ、そんなタイミングで着物とか着れればね、いいと思います。赤信号じゃないですけど、着物もみんなで着れば怖くないんで、はい、あの着る機会はないわけではないんです。着る機会は皆さんあるし作ってるんですけども、皆さんがその時に聞く耳も持たないだけの話ですから、うっとしくなるのね、はい、ぜひ来てください。そうそうですね、まあ、ぜひ皆さん、体型が食べ物が良くなってちょっと成長された方は仕立て直しという方法もありますので、はいはい、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よいしょ。